はい。ということで、2月16日マーケット振り返りやっていきたいと思います。本日はロシア VS ウクライナの話とついに来ました FOMC 議事用紙公開ということで、世界中がね、待ちに待った超絶えぐいイベント来ますよということで、この2つを軸にね、解説していきたいと思います。はい。まずね、今めちゃめちゃ注目されてるのはこのロシア VS ウクライナですね。ロシアがウクライナを攻めるぞという話がね、ずっと前から出ておりまして、で、昨日、 緊急動画出してますけれども、撤退しますと、一部、ロシアの軍をもう引き返しましたよっていう報道がされてるんですけど、これ本当のところね、全く分かってないです。どうか。実際のところ。で、これ、 ブルームバーグの記事ですけれども、バイデン大統領が、ロシアのウクライナ侵略は起こり得るということですね。で、一部部隊をウクライナ国境近辺から撤収したとするロシアの主張については、米国はまだ確認してないと述べたということで、うっそいよねーっていうパターンもあり得るということですね。えー、まだまだ油断できない、そんな状況でございますと。あとね、サイバー攻撃も結構仕掛けてるみたいで、ウクライナに対して。 はい。ディードス攻撃っていうね、あの、アクセスできなくする、そういうサイバー攻撃あるんですけども、それを、え、ロシアがウクライナに対してやってるらしいです。で、ロシアは関与を否定しているということで、本当のことがどこまで嘘でどこが本当なのかもう全くわかんない状況なんですけれども、もしかしたらまだね、ドンパチやるかもしれませんということは頭に置いといていいと思います。はい。で、こういうちょっと不確定要素がある中で FOMC 議事用紙が本日公開されます。厳密に言うと17日の朝4時ですね。今、今夜というか、 まあ明日の朝ですねで1月25日26日分の FOMC の記事用紙が公開されるっていうのが明日でございますとこれの注目ポイントは3つありますえー、今回利上げ今年何回やるんですかっていうのと利上げの幅ですね0.25まず一発目やるのかもういきなり0.5ポイントバーンって上げちゃってアメリカ経済ぶっ壊せみたいなねそういうノリでなるのかちょっとそこがポイントになってきますで0.5ポイントの上げを織り込んでるっていう説もあるんですけどこれも本当に実際のところ 分からないですあとは QT ですね。資産縮小をどのタイミングでやるのか。では、そもそもそれについて言及するのかどうかっていうのもあるんですけど、そのあたりがポイントになってきますと、ともかくスタンスとして高派なんですけど、今、FRB は。高派っていうのは攻撃的ってことですね。えー、引き締めやっちゃうよっていう感じなんですけど、それをさらに超高派になるのか。も,うもっと利上げめっちゃします。QT 早くしますみたいな。手のひら返しでマーケットクラッシュさせてくる可能性も全然あるんで、そこはね、ちょっと分からないです。本当に公開される前 までは何とも言えないんですけど、相場の転換点 x デーになりやすいのが。 明日そういうね、えー、超ビッグイベントありますよということでございます。そんな中でまずアメリカ振り返っていきたいんですけれども、VTI1.7% プラスでございます。そして S&P5001.61% プラス、200日移動平均は上回ってきておりますと。えー、そしてハイテクが多いナスダック999ですけれども、2.49%プラスと。こちらはまだね、200日移動平均よりは下にあるという感じで、あと50日移動平均もね、なんやかんやまだ下向いてるんで。 トレンド的には下ですよということですね。はい、あと10年債り回りはめちゃめちゃ上昇してきておりまして2.047%でございますということで。これもね、FOMC 受けて、 どうなるかっていうのはポイントですね、はい。あと短期の2年再利回りですね。えー、こちらに関してもどういう風に動くかと。で、あとこの超短金利差のチャートなんですけど、これもね、超短金利差が今、だいぶなくなってきてる。要はフラット化してきてるってことなんで、超短金利差がフラット化。要は10年再建利回りと2年再建利回りが、 だんだん近づいてくるということですね。で、それをフラット化っていうんですけど、要は金利差がなくなってくると、あんまりね、これよろしくないんですよね。なので、このあたりの推移がどうなるかっていうところも注目していきたいかなと思います。はい。そして、本日の日経平均株価の方ですけれども、27,460円2.22%プラスで引けておりますということで、いつの間にやらね、また27,000より上でね、終わってきてますよと。これはもうひとまず、あれですね、ウクライナ VS ロシアの緊張感が緩和されたって、 って思われてるんで、一旦のところ。それを受けて、昨日のアメリカ上昇してるんで、まあそのままね、日本も上昇で終わったということですね。はい。そしてトピックスの方ですけども、1.67%プラスで引けております。マザーズがね、ちょっと弱いですね。1.13%プラスで終わってはいるんですけど、まあなかなかね、このマザーズ一分足が劇的なものですね。えー、ここが上げていく、ビューンと上げて始まったんですけど、こう垂れてね。 いや、結局、全戻しするんかいって、まあ、もう、これ、いつものパターンなんですけど、空のじり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 下げて、ちょっと上げて終わるっていう感じなんで、 まあ日経とかにね、比べるとちょっと弱いですね。日経は本当ラストここ1分でバーンと高値引きしてるんで。えー、まあそういう違いがあって、やっぱりね、まだちょっと進行系ですね。そううマザーズとかジャスダックとかそういう進行市場がちょっとね、資金入りにくい状況は続いておりますということでございます。今日個別で見てもね、東京エレクトロンめっちゃ上がってますね。4.91%プラス。素晴らしい。はい。そしてビックス恐怖指数ですね。ボラティリティを表すものですけれども、これが数字が高くなれば高くなるほど相場が危険な状態。 危ないってことなんですけど、ついこの前ね、30超えてきて、相当やばかったんですけど、今25まで下がってきておりますということで、ひとまず、そのロシア・ウクライナ、大丈夫かなっていうところですね。わからないですけども。あと、そのロシア VS ・ウクライナが一旦落ち着いたっていうのを受けて、原油もね、えー、この前、もう90ドル一気にブレイクしてきて、94ドル、95ドルぐらいまで来てったものが、今93ドル手前ぐらいですね。 一応落ち着いてきてます。そして本日の日本市場の振り返りということで、値上がり銘柄数2960社、値下がり銘柄数935社ということで、かなり値上がり銘柄数多いですね。3000近いということで、ほぼほぼ全面だからですね。えー、そして売買代金上位ですけども、第1位、レーザー、テック、第2位、日経レバー、第3位、日本優先、第4位、東京、エレクトロン、第5位、ニンテンドー、第6位、川崎線、第7位、トヨタ自動車、第8位、ソフトバンクグループ、第9位、キーエンス、第10位、ソニー。 はい。そして本日の当初一部の売買代金なんですけども、2兆8247億円ということで、3兆円割れてるんで、やっぱりなんやかんや言って、 でも、ロシアウクライナ怖いし、FOMC 議事要旨もあるんで、様子見相場、様子見ムードが色濃く出てたなと思います。3兆円割れてると、こうね、かそってるっていうか、あんまり取引ないっていうことなんで、そのあたり3兆円っていうのを一つ目安にしていただければと思います。で、業種別ですね。本日値上がりがすごかったのはゴム製品ですね。ブリジストンとかあのあたりですけども、6.37%プラス。そして海運、空運、強い。で、値下がりは2業種しかなくて、原油系ですね。えー、工業と石油、石炭。 え、ここはインペックスですね。あとはエネオスとか、えー、そういうところが下げておりますと。これも単純に原油価格下落に伴ってますね。そして本日、昨年来安値更新した銘柄ですけども、118銘柄ということでね、えー、皆さんがお馴染みのグロース系はちょっとまだ弱いかなというところですね。そして昨年来高値更新銘柄ですけれども、37銘柄ありますということで、さすがにね、ちょっと前から言ってたように、勝者モメンタム一旦終わったかな。 っていうところですね。勝者ね、ずっと高値取ってましたけれども、今日は高値に現れてきておりませんと。であとは銀行系がね、もうずっと強いと。金融、えー、モメンタム、まだ来てます。はい、あとは、本日の気になる個別銘柄、やっぱフロンテオですかね。これはね、個人投資家が好きな人多いんですよね。マザーズの中では割と売買代金多くて、今のマザーズを引っ張っていってるというか、こう、今のマザーズの象徴的な銘柄って感じなんですけど、えー、15%マイナスですね。えー、昨日、ストップ安、張り付きですね。で そこからの今日っていう感じだったんですけど朝方ねまあちょこっと上げてたんですけど、えー、そこからねダラダラダラ売られて。 2000円結局、割れてしまったということですね。はい。で、決算内容なんですけれども、第3クォーター発表しておりまして、売上高3.3%プラス営業利益は16.9%マイナスですね。この営業利益っていうのは本業の儲け表すんで、この本業の儲け表す営業利益がマイナスっていうのは、やっぱりね、あんまり良くないんですよね。ということで売られてるのかなと思います。これまでの利益率とかも非常に高い銘柄なんで、2桁ぐらいの利益率叩き出してる中で、営業利益減益で利益率7.2%ってなって売られるのも、まあまあわかるな。 っていうそういう銘柄ですねで、進捗率は82.5%だいたいこの産区時点で進捗率って75%あればいいんでまあその進捗はね 高い方ではあるという感じですね。ただ期待値高かっただけにちょっとね、どうしても売り込まれてしまっているという状況でございます。で、あと IR も出してますね。鈴木堅という会社あるんですけど、そこと認知症診断支援 AI プログラムの事業で提携しておりますと。ただこういう材料もね、ちょっと反応しにくくなってきているというそんな状況かなと思います。はい、ということで本日の振り返りは以上となります。まあ、ともかく FOMC ですね。FRB のスタンスが高派なのか超高派なのか、まあ、手のひら返してまた。 後派に戻るのかっていうところですけれども、インフレ率が7.5%もあって、金利がゼロに近いって、それどういうことなのって言われたら、それまでなんで、0.5一気に上げちゃうっていう考えもすごいわかるんで、まあ本当に。 ちょっとね、どう転ぶかわからないですし、この利上げして QT して、本当にインフレ止まるのかどうかっていうのも謎なんで、まだまだね、難しいマーケットは続くのかなと思います。また3月も FOMC ありますし、そういうビッグイベント控えつつ、ポジション整理していくっていう形になるんじゃないかなと思います。はい。ということで、このチャンネルはこのようなね、ニュースとか、あと株式投資の情報とか、どんどん発信していきますね。気になる方チャンネル登録よろしてみましょう。以上。